ナリーグドジャース20、サンマーリンズ、2024年9月19日マイアミ。一郎氏の5年前の予言が現実になった。19年3月21日、東京ドームでマリナーズのユニフォームを脱ぎ、引退会見を行った同志は大谷について、投手として20勝するシーズンがあって、その翌年に50本打って MVP を取ったら化け物ですよ。でも、 小平はそれが想像できなくはないですからね、と話していた。その、化け物、は今季51本類だ。2年連続3度目のリーグ MVP 受賞も確実だ。大谷はメジャー移籍前から一郎氏と何度も食事を共にし、移籍1年目の18年開幕前には同志宅を訪れて打撃面の助言をもらったこともある。憧れでもあった偉大な先輩の言葉を、自らのバットで現実にしてみせた。 一郎氏は、大谷が一年ごとに投手と野手でプレーして、その二刀流は面白いと思う。サイ・ヤング賞と本塁打王を取ったら、とも話した。来季は開幕から、投手、大谷、が復活する。二十勝、そしてサイ・ヤング賞、同士の予言が再び的中するかもしれない。